さあ始まりました、セブダイアリーシャープ15エチオピア1キロ100円ということで、今来ているのが市場になります。家のある村から一番近く車で5分ぐらいのところにあるリオンという名前の村に、町ですね、に出てきています。ここには大きなショッピングセンターとか服屋さんとかはなくて、全部この市場の中に詰まっています。なので服とかおもちゃとか靴とか今見えるものも全部この市場の中でみんな買ってますね。はい、まあ、電気とかライトとかもありますね。電球とか何でも揃います。はい、干物ですね、魚の干物。こっちは干物よく見ますね。で、匂いもそんなに臭くなくて、ヨーグルトみたいな匂いがしました。ただ干物めちゃくちゃ塩辛いです。で、これが砂糖ですね。この袋で1個10円ぐらいです。紐があったりとか、これがお米、フィリピン米ですね。いろんな種類ありますが、1キロ100円ぐらいか、10キロで1000円ぐらい安いかなと思います。はい、これ左手に見えるのが菓子パンです。フィリピンかなり暑い国ですが、みんなパンが大好きなので、至る所にパン屋さんがあります。はい、でまた市場の中を抜けていって、ひまわりがたくさんあります。卵も入れてます。ゲットが来ました。鮮魚コーナーです。ボラみたいなので、これ薄っぺらい魚で、現地ではビロンビロンっていう名前もあります。とかそうですね、これ小さいマグロ、これも串でバーベキューにして300円ぐらいになってます。メロンテールとかミルクフィッシュとか小さいマグロ、ちょっと譲りましたもんね。やたらない話し込みです。シーだかな。はい、出ました。精肉コーナー。もう衛生環境どうなってんのっていう感じですね。豚の皮の中に肉をぶち込んで吊るしてます。もうタイルにそのまま置いちゃったり、汚いところに吊るして、日本じゃ考えられない衛生環境ですね。で、今ミンチにしてくれてます。はい、で市場に併設されている食堂です。だいたい100円あれば腹ギチギチになります。で、トマトとか、これが紫に見えるのが玉ねぎですね。小ぶりの、フィリピンでは白い、みんなの知ってる玉ねぎは高級なので、こっちではこの小ぶりな紫色の玉ねぎをみんな使います。はい、市場から少し離れて飼っている鶏と豚さんの餌ですね、餌のお店に来ました。トウモロコシとか混ざってる。はい、出ました、エチオピア。これ名前がシマガツオで、通称エチオピアっていう魚みたいです。1キロ100円、今のもの魚サイズで100円でした。でこれ、はい、バーベキューグリルして食べます。味はかなり美味しかったです。身がたくさんぎっちりに詰まってました。エチオピアはこれで終わりで、これがヤシの木ですね。知らなかったんですけど、ヤシの実、この下に落ちている枯れてると思っているヤシの実から木が生えているみたい。